結構遅刻しちゃった。おはようございます奇跡的に起きた。おお、すごおはようございます。でマミが遅刻しちゃった配信。早い、そう今日は入り時間が早いです。皆さんちょっとありがとうございます。朝早くから待って、なんかどういう前髪になってんの。さてやばい、後でちょっと水でシュッシュッとします。無料聞いてよかった、ありがとうございますちょっと大寝坊は免れました。おはようございます。オータムフェス会場から報告です。現在曇り場達成で作ってますまあこんな早い時間でしたら、うん、まあ、でもそうね、雨がまだ降ってないなら降りそうな予感しますか。天気持ちそう、よかった。それはちょっとね、本当に天気も大事ですから。何やこれ、雨、何雨、通り雨ちゃうな、絶対違うな。カモッパ、カッパ、プシッ、カッパ持って行った方がええかね。確かにカッパいるね。さあな、だから傘よりも絶対カッパの方がいいもんね。明日の雨から、大丈夫、間違えた、明日の夜から雨らしいからセーフ。あ、よかったです。ちょっともう願いますね。これはもう祈りまくりましょう。雨は降らない、雨は降らない、雨は降らないで、雨は降らないで。そうなよ、だからそのもしかしたらリハの時は降らんかもしらんけど、当日になったら降るかもっていう最悪なことを、そう起こるかもしれへんから、もうその場合のためにも今祈っときます。微妙、持ちこたえそうといえば持ちこたえそう。うわお、微妙やね。しかも曇りやもんね、まだ。じゃああれが、そうです。頑張って。
ほしい。フラン絶対フランと言い聞かせよ。フランはやん、フランはやん。秋田先生は予報こうしていく。明日だからもう天気予報は関係ない。正味秋田先生は降水確率 0% の時も余裕で雨を降らすことができる男の方なので。効果は雨。天が、いやあのあれなんかその一点がまっすぐ終わんねんけど、着替える時にパッてやっちゃえるし、まあその朝早くからしないと神戸オータム自体もちょっと早めやし、なんかランウェイリハもライブリハもあるからちょっと早いんですよね。ほんでラーメンリハの時間に他のみんなも合わせて一緒に来るようになってるから、他のみんなも早くて、そう今日で訪問回数600回になりました。あ言ってたね、あり おめでとうありがとうございますかな、多分ありがとうございます。はい、これからも来てね。仕事行ってきます。あ、頑張ってね、バイバイ。すっぴんかわいい。結構いつもすっぴんなんやけどな朝は。まあまあありがとうございます。今日はなんとか持ってほしい、なんとか持ってほしいね。本当に頼みます、天気さんよ。観客席ってなんか狭そう、入れないってこと、どういうこと、どういうこと、分からへん、あやみ。まだ見てないからさ、場所も分からへんしさ、会場の写真もないからさ、な今までずっとみんなどんな会場でやるか分からずにさやってきたからさ、どのなんか神戸は山風海風がよくありますので、寒がりの人は羽織物があるといいと思います。じゃあ網絶対いる、持ってきます。振ってもパラ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 、いいかいけるか。神戸や関西やから降らないで連発したら降るやつ。そんな天気って地域によって別なん？そんなことあるんや。ケーキが一番の先輩ステージだし、あまあそうやね、ケーキだけは結構あるけど、空気と誰かおらんね今まで。初めてですね。写メが来たとしても最高の人生にしましょうねえ。ラーメンの時だけはちょっとお願いしますって感じ、振らないでくださいって感じ。屋根あんのかな、野外って言って、野外って言ってもさ
まあ、チカッパみたいな感じではないんやろうけど、もっと開放的なんやと思うけど。アキラバー恐るべし、ほんまに怖い。で今日もさ、ほんま怖いねん。チカッパもさ、まあ3回目だけてんちゃんが買った、雨は降らんかったから。そう、でも雷すごくて、めっちゃ、釣り道路、あれの話か。なんかその立ってみないとさ、奥行きとかさ、その天井の高さとかさ、あんま分からんやんか。そうでもだから早くなんか見てみたい。そういうね、NB ショップの誕生日ごとに書き込んできました。おお、ありがとうございます。よいしょ。またあの生誕祭になったら見ますね、もらえるので。ありがたいね、ね、ありがとうございます。明日早く、握手会って早いね。確かに、うん、なんか全部早いねんけども。え、もうなんてなっちゃう。もうちょっとさ、期間が空いてると思ってたのに。ステージやね、ついてるか。ラーメンは多分ついてへんよな。どんな感じなんか分からんけど、雨降らなかったっけ、雨ないよ。そう、こうてんちゃんだけ戦った結果、ギリてんちゃんが勝って雨降らなかったけど、でも戦ったらもう雷がやばかった。雨男やならオープンカー乗るなって。それはそうなんよ。オープンカーさ、せっかくやのにさ、雨降っちゃうから開けられへん。気合で吹き飛ばす、ポーンってな。まあ、曇りはまだいいですね。昨日は同じところで花火大会してたし、え、すごっ。それを受けバーって片付けて、バーって今準備してるってこと、すごっ。なんかさ、普通にさ、まあ、コンサートの時とかさ、帰り道ステージの方通るからなんか見かけるんやけどさ、あれさ、一個一個見立ててんのやばない？なんかめっちゃすごくない？コンサートのなんか、え、そんなとこ撮れちゃうんって思ってたもん。463、ありがとうございます。地震で起きたら配信中、悲しみはちょっと心配ですね。え、では壇上見たいと思います。
しきます。13位、よっちさん、ありがとうございます。12位、ネッシー型さん、ありがとうございます。11位、ヒロポンさん、ありがとうございます。間違えた、11位、風呂敷さん、ありがとうございます。10位、ヒロポンさん、ありがとうございます。ごめんなさい。9位、炭酸せんべいさん、ありがとうございます。8位、タチニアさん、ありがとうございます。7位、怒りの絵文字の方、ありがとうございます。6位、でこまちびとさん、ありがとうございます。5位、ととり太郎さん、ありがとうございます。4位、ムージさん、ありがとうございます。3位、おやじさん、ありがとうございます。2位、柳さん、ありがとうございます。そして1位、わざかまささんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、じゃあ昨日の分書きたいけど、ボードがさ、何か1個しかないけど、ありがとうございます。皆さん、じゃあちょっとまず一旦昨日の夜の分書きますね。間違えた、24や、じゃあ25や、24とか1、何時間やったっけ、19時半か。柳さん、柳さん、アイコンどうしますか？昨日の夜の分のあれ、あ、変わった、あ、いつもの可愛いやつありがとうございます。クリエイトボーイさんですね、これは。かわいい。じゃあこのさ、猫ちゃん見た時、毎回クリエイトボーイさん思い出すねんな。超ネクタイ、かわいい。よし、ほい、はい、昨日の1位は柳さんでした。ありがとうございます。柳さん、これスクショ撮ってね。はい、ちょっと今日の分も書くからすごい消しちゃうけど、オッケーかな。よし、じゃあ次の書きます。 OK、 ありがとうございます。26、日曜日じゃない土曜日、6時から。まあ厳密に言うとちょっと遅れてるけど、高松さんです。高田さんはアバターどうします？今日は二羽丸くんでお願いします。了解です。
よし、かけた。じゃじゃん。今日の朝配信の1位はたくまささんでした。ありがとうございます。パチ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 。いっぱい1234567。ふふふ、かけられてるから早い。サニヤマくんもね、はい、聞き慣れました。早く顔がわいく書き慣れました。はい、うまいな、ありがとう。ということで、明日もう時間が微妙なのでまた言います。はい、では明日の配信も今日のライブもよろしくお願いします。はい、ではまた来てくださる方はまた後で、でこれないよって方はまた朝明日お会いしましょう。ではありがとうございました。またねー。